ごめんね、ミネハル。こんなものしか食べさせてやれなくて。僕たちが食べているのは、近所のパン屋からもらった無料のパンの耳だ。ママと一緒に食べたら、何でも美味しいよ。そうは言ってみたものの。お腹すいたな。やっぱり、パンの耳だけじゃお腹は満たされない。僕は庄司ミネハル、小学5年生。僕のママはシングルマザーで、自他共に認める貧乏だ。おりゃ！なーい！どこにボールやってんだよ！おまけに、運動神経も悪くてどんくさい。せめて容姿が良ければよかったんだけど、お世辞にもイケメンとは言えない顔だ。そんな欠点だらけの僕にも、一つだけ取り柄がある。ミネハル、よく頑張ったな。ありがとうございます。それは勉強だ。すごいね、ミネハルくん。今度勉強教えてくれよ。うん、いいよ。僕が勉強を得意になったのは、貧乏な環境のおかげだ。教科書2週目終わっちゃった。3週目もやろうっと。貧乏な生活を脱却するために、ママは一生懸命働いてくれた。そんなママに、ゲームやおもちゃをねだることができず、僕には勉強しかすることがなかったんだ。ミネハルくんが100点以外取ったの見たことないわ。まあね。当時はそんな自分が不憫に思えたけど、そのおかげで今こうして尊敬の眼差しを向けられている。今では貧乏な環境に感謝しているくらいだ。今回ももう一人100点がいるぞ。あ、その先生の一声で僕に注がれていた眼差しがあるクラスメートへと移り変わる。よく頑張ったな。へ楽勝だぜ。タケヤもまた100点かよ。今年から調子いいよな。彼の名前は桂竹也くん。竹也くんは今年からいきなり満点を取るようになったんだ。シオラちゃんもさすがだぜ。ありがとう。次は94点くらいにしておこうかしら。ミネハルってほんと俺の介護官だよな。え？俺はお前みたいに貧乏でもないし、ついでに運動神経もお前の100倍はいいんだ。羨ましいとか思ってんだろ。そんなこと。竹也くんは僕の取り柄が勉強しかないことを分かっていて、いつもこうやって笑ってくる。なんだよその筆箱、薄汚れてるしダッセーな。ママが作ってくれたんだよ。雑巾を使ってママが作ってくれた筆箱を見ても竹也くんは笑ってくるし。その服この前一星が着てなかったか。着なくなったからあげたんだよ。文句あんのかよ。クラスメイトのお下がりをもらうとか俺なら恥ずかしくて着てこれねえよ。一星くんのお下がりを着ていても笑ってくる。いいじゃないか、節約のためなんだよ。僕の家はシングルマザーで貧乏だから。節約っつうかただドケチなだけだろ。事情を話しても竹也くんは一切分かってくれなかった。うるさいな。じゃあドケチってことでいいよ。こんな竹也くんと言い争うのは時間の無駄。僕はいつも竹也くんの言葉は軽く受け流してまともに口論しないようにしていた。だけど僕はそんな竹也くんの秘密を知っている。なんか視線を感じるような。それは5年生に上がってすぐのテスト中でのこと。僕は背後からある違和感を覚えた。カンニングしてる。少し振り返った時、視界に入ってきたのは僕の答えを必死に覗き見する竹也くんの姿だった。先生の隙を見て堂々と前に身を乗り出していたんだ。バレていないと思ってるのかな。竹也くんはバレていないと思っているみたいだけど、テストのたびにカンニングしているのは僕にはバレバレだった。なんかミネハルに同情しちゃうぜ。神様って不平等だわ。僕のテストをカンニングしてるくせによく言うよ。いつでも先生に話すことはできたけど、大ごとにはしたくない僕はそのことは誰にも話していない。そんなある日。緊張するなあ。俺のばあちゃん来た。僕たちのクラスで授業参観が行われることになった。父ちゃん、今回は店を休んで来てくれたんだな。ああ、立派な姿を見せてくれよ。ミネハル、来たわよ、ママ。僕のママは仕事を抜け出して見に来てくれた。ママはいつも行事には必ず参加してくれるんだけど。何？いきなり竹也くんに頭を抱え込まれたんだ。話してよ。はあ、これが噂のドケチ節約ママか。やっとママで見れたぜ。え？そして竹也くんはママを指差し大声で笑い出した。みんなも見ている教室でだ。ママ、ドケチママさん、こいつに洋服買ってあげてよ。大勢の前で竹也にそう言われたママは驚いてか恥ずかしくてかなかなか言葉が出ないようだった。ちょっと聞いてます。もしかして喋れない感じ。おい竹也。あ？しつこい竹也くんに怒りが湧き、僕に我慢の限界が来た。その時。お待たせしました。では授業を始めましょうか。先生が来たことでその場は収まった。だけど
この答えだが、一星、わかるか？はあ、積乱雲か？32だ。今は算数の時間だぞ。授業が始まっても僕の怒りは収まっていなかった。確かに貧乏だけど、ママは僕を一生懸命育ててくれた。自分だけならまだしも、ママを笑われたことが許せなかったんだ。そんなママにあんなこと言うなんて。言葉は時に相手の心を傷つける凶器になる。そのことを竹谷君に理解させなければいけない。決めた。そして僕はある決断をした。全然勉強してねえや。授業参観から数日後、俺のクラスでは理科のテストが行われた。だが俺はこのテストの対策はバッチリだ。今回も100点間違いないぜ。実のところ俺には100点を取らなくちゃならねえ理由がある。なあ母ちゃん、ブリモンのソフト買ってくれよ。周りで持ってないのは俺くらいだぜ。またその話？俺が母ちゃんに俺っちの大人気ソフトブリードモンスター、略してブリモンをねだっていた時のことだ。そうだね。それじゃあ3回連続で100点取ったら買ってあげるよ。何？到底俺の学力では届くはずのない点数を要求されたんだ。だけど俺にはそれは簡単なことだった。ある必勝法があるから。俺の前の席は満点常連の峰春だ。運のいいことに俺の前の席は勉強だけはできる峰春。峰春はどんくさいし、俺が覗き込んだって気がつかない。マジでカンニングするの余裕なんですけど、峰春の後ろの席でラッキーだぜ。この必勝法で俺は5年生になってからテストでずっと100点を取っている。そして今日のテストで100点を取れたら念願のブリモンゲットだぜ。気合い入れてカンニングしないとな。今日も頼むぜ、峰春。よう峰春、体調は万全か？トイレ行ったか？うん、大丈夫だけど、どうしたの？テストの点数で負けた時に言い訳をされないようにな。だがそんなものはただの出任せだ。峰春には100点を取ってもらわなくちゃ困るんだ。はじめ。よし。そしていつも通りテストが開始し、峰春の答案を書き写そうとした。だけどもう見せないよ。何？峰春は明らかに俺に向かってそう言った。なんとカンニングしていたことがバレていたのだ。一体いつから気づいて？最初からさ。はあ。しかも最初からバレていたらしい。だけど俺は諦めるわけにはいかねえ。今回のテストにはブリモンがかかっているんだ。頼む、見せてくれ。今回で終わりにするからよ。情けねえが、俺は峰春に見せてくれと頼み込んだ。ブリモンのためならプライドなんて言ってられねえからな。すると、しょうがないな。やはり感謝するぜ峰春。やっぱ持つべきものは友だよな。はいはい。峰春は回答用紙をずらして俺に見せた。悪い、ちょっと手ずらしてくれるか？一時はどうなるかと思ったが、これで一安心だ。最初から峰春にお願いしてりゃもっと早かったかもしれねえ。ふぅ、終わった終わった。ラスト1問も写し終わり、俺は今回のテストも100点が確約されたのだった。これでブリモンゲットだぜ。テストを写し終えたが、時間はまだ半分以上残っていて、周りの奴らは必死こいて問題を解いている。ああ、いい気分。天才の俺は時間が余っちゃうな。一眠りするか。俺は安心しきってぐっすり寝てしまった。最初のブリモンは何にしようか。そのせいで俺はこの時峰春の怪しい動きに気づくことはなかったのだった。そしてテスト返却日、峰春は今回も満点だ。またかよ、さすがだな。峰春はいつものごとく100点を取っていた。それすなわち俺の100点も確定したということ。竹谷。はい。そして次は俺の番だ。見なくても結果はもう分かっている。いや、当然の結果です。だが、これが当然の結果か？0点。俺は目を疑った。俺はしっかりと100点の峰春の回答を写したはず。それなのになぜか俺だけ0点になっていたのだ。そんなはずは。なんでだよ、おかしいだろ。おい峰春、どうして峰春くんなの？あと一歩でブリモンのソフトを手に入れられたというのに、こいつのせいで計画が台無しだ。その時。峰春どうしたんだ？峰春はなぜか急に笑い出したんだ。何かしたのか？お前が何かしたんだな。そんな峰春の様子を見て俺は察した。これは峰春の仕業に違いないと。ああそうさ、竹谷くんが書き写した回答はダミーの回答だったんだ。は？ダミー？そして打ち明けられたのは衝撃の真実だった。書き写した？どういうことだ？
僕は0点になる回答を竹谷くんに書き写させ、竹谷くんが寝ている間にタミーの答えを全て消したんだ。ぐっすり寝てる。そしてすぐに正しい回答をテスト用紙に記入した。竹谷くんはぐっすり寝ていて全然気づいていなかったけどね。ま、ずっとっていうか竹谷ってカンニングしてたのか。だから今年から成績が良かったのね。竹谷、今の話は本当か。僕はやっと事実を打ち明けられたが、それを知ったみんなは驚いているようだった。ふざけるな、絶対許さねえ。よくも俺をはめたな。うわ、やめないか竹谷。絶体絶命な状況に竹谷くんは逆上してしまったんだけど。ふざけてんのはお前だバカ息子め。その時教室に入ってきたのは竹谷くんのママだった。どうして母ちゃんが。峰春くんに聞いたのさ、あんたのバカな行動をね。なんだと。そう、すべて僕が仕込んだんだ。僕は今回の作戦を竹谷くんのママに伝えていたのだ。なるほど、そういうことだったらね。俺あんまり驚かないんですね。あの子が突然100点を取り始めていたから何かあるとは思っていたんだよ。なるほど。だけどもともと竹谷くんのママはいきなり竹谷くんが100点を取り始めたことを怪しんでいたようだった。そして今日竹谷くんが0点を取ったことで竹谷くんのカンニングが確定したというわけだ。母ちゃん、ブリモンは買ってやるわけないだろ。あんたはお友達にも迷惑かけて先生や母ちゃんのことも失望させたの。ブリモンどころか俺っちも没収よ。そんな。それだけではなく、反省しなこのバカ息子。やめてくれ。お母さん、どうかその辺で。みんなの前で情けない姿になってしまった。自業自得ね。カンニングはダメだよな。でもこれはちょっとかわいそうかも。僕は竹谷くんにちょっとだけ同情してしまったのだった。数日後、すっかり別人みたいだな。ママと先生にきつく叱られた竹谷くんはすっかり反省したみたい。悪いことをすれば絶対に自分に返ってくる。竹谷くん、一緒に勉強する。それで今度こそ実力で100点を取ろうよ。峰春。だけど人生は何度だってやり直すことができるんだ。それから竹谷くんは一度もカンニングをすることはなかったのだった。